お疲れちゃんです、ラットです。ということで今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですね、現環境おすすめデッキ5000年やっていきたいと思います。でちょっと前におすすめで紹介したんですけど、バランス調整ね来てませんので、まあ言っちゃえばあんま変わんないですけど、ちょっと今デッキ探してる方であったり、なんかいいデッキないかなってね思ってる方は少しでも参考になればなと思います。で今回ちょっとランキングつけました。5位から1位までねおすすめ順位つけましたので、それもね参考にしていただきたいと思います。早速ね第5位から紹介していきます。第5位こちらね、バルーンデッキでございます。このね5位めっちゃ悩んだんですけど、結構ね大会でも使われたりだとか、今ゴブドリが流行ってるんですけど、そのゴブドリに強かったりと、今の環境を結構ね陰で目立ってるね、良さげなんでいいかなというわけで、こちらバルーンやっていきたいと思います。さあやっていきます。で昔はねこのライドラが入ってるんですけど、今このライドラの枠がベビードラゴンだったんですよ。というのもここ最近まして大型環境なんですよね。大型が超強い、暴れてて、まあというのもあって大型に強いインドラもね、結構使われてますっていうので、まあ、そのインドラに強いライドラ、あとはこのデッキ自体陸受けが、まあ、ランバーとあとなんだボーラーしかないので、プリンスとかのね受けもきついよっていうので、そういったプリプリ系の受けに優秀なのが、まあ、ライドラですね。ザップ効果ありますので、そういったね陸も受けれるっていうので、まあライドラになってますね。さあというわけで現環境をね、もう超流行っております、高回転ゴブドリデッキ引きましたね。さあこのゴブドリデッキは対空がマジでテスラだけなので、もうドラゴンいっぱいね飛ばしまくればとか、あと今これ相手テスラ使っちゃったんですけど、もうテスラ使ったら逆サイランバル止まんないねって、バルーンだけだとファイボでね完封されちゃいます。これフリーズ打っちゃっていいかな。ファイボで一発もねバルーンのバッカ落ちないとかありますので、さあフリーズって、これはもう相手がね序盤からテスラを抑えたのでいいと思います。やってね序盤あんまフリーズ打つとこうカウンターがねすごい来て止まんないとかあるんですけど、まあ、今相手が結構コストをね、コストをというかテスラ割いてくれましたからね、さすがにチャンスですよね。でここはまあ僕が攻めたことによってコストなくて軽いダメージを負ってしまうんですけど、まあ、僕の方がダメージ与えてるのでいいよねっていう感じかな。さあまあテスラプラスのファイヤーボールを突破できるかって感じですが、基本的にもう受けからいけば相手の攻めもドリルとウォールブレイカーなので、もうボーラーあればね基本的にドリル抑えれますし、さあこういうのもね、うわ積極的だな、こういうのバルーン飛ばしますね。ユニットが残っランバーが残ってると基本的にね飛ばした方がいいです。さあこれで今ねファイボサイトからねもうフリーズして、ああ相手や終わりましたね。これフリーズもいらないっすね。さあこれでポキ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 ゲーミング GG これ対戦いともね諦めましたよねと、まあ、いうわけでテスラだけなので、まあこのドラドラの対応もね大変ですし、ドラドラの対応でテスラを使うとバルーンが止まらないよねっていうので、まあ何かがいきますまあ環境をかけて目立ってるっていう感じですかね。さっきも言ったんですけど多分。さあというわけで基本的には防衛から守ってカウンターで、ユニット残ってたらバルーン飛ばして攻めてあげるって感じで、まあ、例外としてはラバとか相手が出した瞬間に逆サイランバルで攻めてインドラだけで守るとか、そういうのもありますね。さあ続いて第4位こちらペッカラムでございます。これもね、まあ、今ゴレとかエレジャイとかそういったのも流行ってますし、ドリルに対して、ダークプリンス非常に優秀ですので、あと使いやすいですね。なんといっても超おすすめ、空にもエレキマザニクとラムライダーファイアボールあって、ドリクにも空にも超安定して戦える万能デッキでございます。やっていきます。さあマジで弱点をね探す方が、まあ、むずいぐらいのすごい安定したデッキになるんですけど、まあ、強いて言うならば、まあ、テスラとか、まあ、なんか防衛が硬いとなかなか突破しづらい気がしますね。ロケット星とか特にね、なんでクエイクホグであったり、まあそんぐらいかな。基本的にやっぱ何でも戦えますよね。さあ今回の相手はエレキ、バルキリー、スケラク、これちょっと延命してあげたいな。多分遅延スケラっぽい動きはしてるね。いやーここねベビドラ延命されてしまうと嫌だよねっていう、まあでも相手これもう一枚使わないといけないと思うから、
さあ、これはタルで受けようか。一発たまたま。はい。さあ、今回スキラ5ですね。マザーネクロあるとはいえ、5を打たれてしまうとね、スキラのダメージ入っちゃうからちょっと嫌ですけど。相手はね、陸がバルキリーとタルババと、もう一枚多分ゴボリがね、あるぐらいだと思うので、陸がね、多分ちょっときついんです、相手は。まあだから陸でいい感じに攻めていきたいね。僕はちょっとメガゴとか、メガゴ厄介だね。そのマザーネクロにファイブ打たれてしまうと体育がエレキしかなくて、エレキだけだとなんかねいろいろ止まんないんですよね。マジちょっとファイブ打っちゃうかな。さあ、相手がマザーネクになんかファイブ打ってこなかったな。なんかこれ結構ラッキーですね。コースはなかったのかな。たまたまなんか早い段階でファイブ打たれてたら終わってたような気もするんですけど。さあ、こっからですね、メガゴベビー無双されるのがマジで嫌ですね。ケツペッカから、組み立てていくんですけど、陸受けがね、相手はない代わりに、空がね、僕は逆に勝てないので、相手の空をしっかりね、やっつけるか、まあ無視して逆サイドを振っていくかっていうのをしないと、ちょっと怖いですよね。さあ、両サイ振っていきます。で、タルババとか来んのかな、これ。タルババ来たら言うので延命します。さあ、マザーネクロにはファイヤーボールと。いや、強えな。いや、で、このね、空がマジで勝てないんですよね、空。ここですね。さあ、空だけね、マジできち。エレキしかいないんでね、マザーネクロファイヤーボールで飛ばされると。さあ、このエレキね、だから大事に、世界一可愛がってあげたい。まあ、ここでもいいや、ケツペで。さあ、で、檻はペッカで回収しながら、いやー、これねー、突破したいですね。気合で、マジで気合ですね。檻咲いたからラムっていうのはね、天才ですよね。天才か普通か。で、コスト過剰に使わせて、みたいな。で、マザネク5打たれる。さあ、ペッカエレキの形ね、強いので、積極的に作っていきたいんですけど。頑張れ。いや、頑張って、いや、言うのか。いや、この一発マジでできえな。これで世界変わる。さあ、からの、これ、ケツペシチョ。端前ユニットスケラ被るかもしれないんですけど、ちょっとね、祈ってね。さあ、来ますね。これ、相手、絶対来ますよね。さあ、低めに出して、ファイブをね、打ちにくいよっていう。このベビーが入るの嫌だな。エレキ延命します。で、今、あれ使ったんで、ラム追加してあげて。これはトルネで守れんのかな。いやー、いいファイボー。でも、ファイボー使ったから、マザネク出して、いや、流れが来ますね、これ。いや、ペッカ入った。しかもこれ、マザネクいるからね。俺の最強。最強マザネクいる。ちょっと逆サイドもまあちょっと時間稼ぎで振っていきますね。で、ちょっとファイブ打って。で、これ延命できるならしたいっていうね。オッケーオッケーして、あとはスケラータワーがね、相手のユニット殴るの嫌なので、端前ペッカで止めてあげて、檻使ったから、これ逆サイラムで相手に防衛コスト使わせたいね。で、スケラ打たないといけないでしょ、相手。オッケーオッケーオッケー。いやー、やぶねえ、マジで。マジで怖すぎ。あ、逆サイファイブ落ちますね。というわけで、空がね、あれ待って待って、まだ勝ってね。まだ勝ってね。バカバカバカ。バカバカ。これで負けたらさすがに笑えんよ。空がね、まあ、優秀なのは優秀なんですけど、空ユニット対決が、ちょっときついですね。マザネク徹底ファイブされると、対空エレキだけで。エレキ潰されてしまったね。相手のベビーメガゴ無双しちゃうよっていうので、ちょっとだけね、遅延スケラ大変ですけど、まあ、全然戦えますのでね。というわけで、続いてやっていきます。さあ、こちらおすすめ第3位はね、高回転ゴブドリの雪玉バージョンでございます。このね、雪玉の枠、めちゃくちゃいろんなパターンがあります。ウッドだったり、ロケット奉仕だったり、まあ、トルネードだったりだとか、ウォールブレイカーだったりとか、まあ、何でもいいんですけど、雪玉型はね、
おすすめする理由が、空に対して戦えるよねっていう、これやっぱテストがしかないので体育が気持ちきついんですよ。そこ雪玉あるだけで一気にね、変わりますし、あとはコウモリ系にも雪玉ないときついですね。とあとはね、雪玉プラスのドリルが強いですね。ドリルに対してバルキリーとか当ててきたところ、雪玉でね、もう無理やり弾けばそれだけでね確定ダメージ入れられますので、まあ、攻めでも強いし防衛でも安定するっていうので雪玉ねおすすめしてます。やっていきます、よろしく。で、まあ、雪じゃないけどファイスピあるからね。あ、雪、なんかおかしいな。雪だけどファイスピがあるので相手のねゴブリンバレルも対応できるよねっていう、まあ、攻めでも強いですからね、ファイスピ飛ばし毒。さあ相手はクロスとかなのかな、こうファイスピ飛ぶだけで強いよっていう。で相手今回はラムだね、まあ、雪玉打ってテスラを延命してあげてもよかったですけど、まあまあまあ、もうすげえ、なんかラムクイークっていう、なんか珍しい珍しくねっていうデッキ引きましたね。さあ回転早いのでこういうね残ったボンバーとかにつなげるのも強いよねっていう。さあ相手タルババ使ったね。いやでもロケット押しあれバカ強いな。こういうのね、もう反応若い人は攻め行きガンガン打っていったらいいですよ。いやでも早っ、強っ、今のであんだけダメージ入る。さあこれ近起動していきますね。近起動すると相手のラムもね守りやすいですし、でクエイクだったから先置きテスラはちょっとやめましょうか。打たれるとタイミング見られるので、で高めに置けばテスラとタワー、プリンセスタワーですね、巻き込んでクエイク打たれないので高めに置きましょうか相手のラムには。さあ、おい、ライディーラ君、これ対空少ないからね、ライドラの受けがないんですけど、まあ、まあ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 、なんか適当に受けましょうか。ファイスピが強えな。さあ、バルキリー出してあげて、いや、ライドラファイスピだけで受けれるんですね。で、僕はこれ、ロケ砲がね、ちょっと嫌かなっていう気がしますね。端前ロケ砲とか、まあ、来るんですよね。ボンバーにだけ行かないで欲しかったな。ボンバー、ボンバー頑張れそうだな。ナイス。あ、待って、俺の俺の雪玉濃厚すぎたな。さあ、まあライドラ、あのドリルね飛ばしてあげて、ライドラは別になんかあんまり相手しなくてもいいかもしれない。さあテスラ高めに置いてあげて、いや痛いな、一発的痛いね。いやでももうドリルがねアホみたいに入るんですよこれ。で僕変えてないからマジ無限っすね。なんか相手のユニットとか待たずにどん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 ドリル一生投げとけば、で多分ナイトとかねライドラとかだと思うんですけど、これをねもう気合で弾くとなんかねいい感じになったりするんですよね。さあ、まあめっちゃ守られてます、めっちゃ守られてるけど入るんですよ。でこれテスラ、さっき言ったんですけど位置低いっす、クエイクで行かれるっす。これなんでここに置いたんだっていう話で、ここでもう攻めちゃうんですよね。で攻め雪玉とかもね気持ちね添えてあげたかったら添えてあげて、いやライドラはなんか地味嫌ですけどね。まあこれほんとドリル飛ばすだけダメージ入っていきますから。でクエイク警戒で高めに置いて、わあいいな、それはいい。これファイアボでちょっと延命してあげたいなテスラを。お、逆サイ行った逆行くのはまあいいでしょ、無視してね。さあいろいろ飛ばしてあげて、もうドリル回ってきたら飛ばす、そんな感じいいですね。今のも攻め雪打っちゃっていいと思いますね。なぜ打たないんだ、ちょっと反応がねおじいちゃんなんですよ最近ごめんね。さあもうテスラ置いてあげて、でこんなんもね関係ないですから、ね、ドリル行ってあげて、ユニット絶対出てくるので、あれラムライダーも一緒に5打てるとな、めっちゃいいな。よいしょ、もうこれでね弾いて、うえっ、えぐくない、最後相手700ぐらい多分タワーあったんですけど、もうそんなん関係なしですからね。まあこれがね、ドリルプラスファイボー、ドリルプラス雪玉の強みですので、本当に皆さん使ってみてください。超おすすめです。続きまして、第2位、エレジャイでございます。エレジャイ、今、化け物です。で、編成やっぱ何でも効くんですよ。インドラの枠がベビドラとか、メガゴとか、あとアイスイズとか、マジックアーチャーとか、プリンスだとか、ムートとか、スケだとか、タルババとか、何でもできるんですけど、一番強いのはこれです。はい、これ断言できます。インドラマザネクボンバーダックプリ型最強なので、まあ、できればこの方でね、組むのをおすすめするんですけど、ユニレベない場合は、マイナーチェンジね、全然しちゃってもいいかなと思います。だけでやっていきます。さあ、よろしく。まあ、これもね、なんか、マザネクとかいるから、全然枯渇とかにもね、戦えたり、まあ、インドいて空にも強くて、まあ、はっきり言って弱点がそんなないですよね。
ボンバーいるからね、こうドリル向けれる。本当はここでね、ケツエレジェイできるとね、めっちゃ良かったんですけど、エレジェイがないサイクルなので、まあユニットを捨ててね、待っていきましょう。で、今回の相手は高回転ドリルっぽいですね。先ほど使っていた。いや、もう同じようなデッキしかいませんからね、今。で、ここ橋前エレジェイ行ったところで、みたいな。行ったところで、テスラで焼かれるので、待っとうかな。まあ行ってもよかったかな。インドラ受けが相手結構きついから。さあ、で、今、ドリル来たらダックプリで受けていこう。で、あれには、まあ、2倍タイム入ればライト打ちたいね。1倍タイム打っても、あんま通るイメージないっすよね。ユニット3体に当てれるならぐらい。いや、2体か。まあ、2体だけど。これ相手、ゴブドリ防衛で使ってくんねえかな。あ、オッケーオッケーオッケー。ゴブドリ防衛で使わせれるとね、相手の攻めがもうないですから、僕からしたらラッキーというか、守りやすいですよね。ウォールブレーカーも多分、ねえのかな。さあさあさあ。というわけで、時間稼いで2倍タイムからが本命ですよねっていう感じかな。で、エレジェイの後ろにインドラつけるだけできついです、相手は。バルキリーを溶かしてしまうと、相手スケとかボンバーしかなくて、なんかスケとかボンバーをマザネクで豚にするのが、なんか大事なんですよ。エレジェイインド組んで、遅れて追加マザネク。なんかそれをするだけで勝てます、マジで。ちょっとエレジェイ出しちゃおう。で、今来たら、まあ、ダックプリでね、遅れて受けようかなっていう。エレジェイインドですね。ダックプリはね、まあ、つけれるならつければいいんですけど、優先順位は低いですね。バルキリで一緒にしばかれちゃうので。まあ、これ暇だからつけてあげるぐらいの感覚。さあ、ボンバーつけて、お相手がね、ハエボ使ってきた。これ一回待っていいですね。さあ、テスラ使った。タイミングはね、伺っていきます。絶対相手きつい流れが来るんでね。いずれ。さあ、マザネク。ファイボとか使っちゃって、対戦相手。これ言ってもいい気がするな。理由としては、逆サイドに、ユニットいっぱいいて、相手がね、テスラ置きにくいんですよ。置きにくいのと、なんか事故ってくんねえかな、とかいう思いがあったんですけど、全然いい受けされてんな。スケが来る。さあ、豚にしながら。まあ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 、まだね。様子伺ってね。マザネク?いや、惜しいね。さあ。いや、惜しいか。まあ、全然ありますね。これ、ボンバーに5打たれるとちょっとやだな。5打たれるのやだね。さあ、もう一回組みます。エレジャインド組めば全然あります。で、ドリルのところに、テスラライトニングってドリル出てくるだろうってところに、まあ、マザネクだったりだとか、まあ、ボンバー追加すると、熱いんですけども、勝て。余裕で硬すぎるっすね。さあ。いや、マジか。いや、でも殴ればいいね。ぐらい良くなってきた。今相手テスラ使ったからね。で、エレジャイインドっすね。ここのインドが欲しいんですよね、僕。いや、ボンバー強えぞ。で、インドラでバルキリーはやっつけれるじゃないですか。で、小物はこのマザーネクロで。いや、来たな、これ。これ来たんじゃないか。神5が来る。でも、そんなの関係ねえ、いけーい、よしょと。いうね、まあ、粘りがちみたいなところあるんですけど、まあ、だんだんきつくなってきてますから、なんかエレジャイ自体はやっぱ通んないんですけど、後ろのインドラ、そしてインドラを対応するであろう、まあ、ゴブドリであったり、スケルトンに対してマザーネクロボンバーを当てれると、マジインドラ無双なんです。インドラ無双から相手のね、ペースがだんだん崩れていきますので、まあ、なんかユニット追加するタイミングちょっとね、意識してやってもらえればいいかなと思います。そしてラスト1位。こちらでございます。ロイジャイでございます。まあ、ロイね。もう、今、使い得です。バカ強いです。その、ロイジャイデッキなんですけど、ロイジャイを一回も出さずに、勝つこともできる。この、周りも強いっていうのがね、やっぱ強い秘訣、大事でございます。で、この、檻の枠が一応 LSP バージョンもあるんですけど、檻の方が、
僕はね防衛優秀だし使いやすいと思ってますけど、檻のレベルない人は LSP とかでもねいいかなと思います。ぜひ試してみてください。いきます。さあよろしく。まあ檻の枠がね LSP 型もあります。まあそれは多分好みだと思うんですけど、まあ檻の方が僕はねちょっと強いと思ってます。そしてあえてショテラバ来てね、ロイでラバってやるときに大事なのはロイ出さない方がいいです。出すとインドラとかなんかね三角だけとかでいい感じに許容されて負けるので、基本的に出さない方がいいです。でこれ守れないんですよ。守れないからその守り方をちょっと工夫します。こんな感じでもうバルーンだけ先に落とします。え待って、バルーンだけ先に落とす。あメガゴ、うちのメガゴちょっとバカでしたね、ごめんなさい。さあこうするとそのダメージ受けるんですけど、全部ユニットを残してカウンターできるんですよ。そしたらそのカウンターでダメージ与えれるっていうのが理想だったんですけど、ここは出します。そのラバ出された瞬間のロイは良くないんですけど、さあさあボンバーもやってやっていきます。一旦守れないのをユニットだけ対応してキングおられない手に守ってカウンターする。これがね結構むずい。多分慣れないとできない。今のメガがねバルーン攻撃してたら多分バルーンもう一発入ってなくてね意外と守れるみたいな。一旦なんかねなんて言うんだろうな、説明世界一むずいんですけど、これねマザネクラバからだとバルーンがねピューンと走ってきて大ダメージ受けちゃいますので、本当はバルーンから対応していきたいよねっていう。でも相手はそれをさせないようにというか、ちょっと分かってねインドラが来ましたね。今度はもうインドラね、よいしょ、インドとオラってねもういい感じにファイブしてあげて、まああとはディガー来るんでね、それだけトリトンで延命してあげて、延命できるかトリトン、ナイス。もうこうすると一生マザネク無双だよねっていう。でロイで攻めていいですね。今インドラ咲いたのでっていう風な、あれインド咲いて4枚回ってましたね。魔法イカの頑張って防衛しましょうか自分から攻めちゃうとね基本的にやっぱカウンター止まらないので、相手の攻めのカウンターでっていうのが大事ですよね。さあここマザーネクロ行かれるんですけど、頑張って2周目回したいなと思います。さあバルーンで寄せる、でマザーネクでラバのパピーが舞台になるし防衛5もあるのでよいしょっていう感じで、ロイ、まあ、出したんですけど、そのイエット残ってるカウンターで出してるぐらいなので、なんか出さないのマジで強いんですよね。このロイ以外で攻める、ラバ出された瞬間に、逆サイダックプリでプレッシャー与えて、その後から対空でバルーンだけを射抜きます。でついででラバーパピーも豚にしてあげてみたいな。でまあそのプレイをやる上で大事なのがやっぱマザネコのね延命だったりだとか、まあそういったところですけど、基本的にねラバを出された瞬間に逆サイロイジェをしなければ勝てます。あれそれだけダメです。それでアド取られてカウンター来るんですけど、ゴレだったらいいです。ゴレ出された瞬間に逆サイロイは良くて、というのもトリトンとマザーネクロとかでゴレとかもう全部ボコボコにできるんですよ。ですがラバだと無理なんですよね。ゴレにまあインドラが入ってないから成立するっていう話で、まあ、なので、まあ、ラバ相手には本当逆サイロイはねできるだけやんないようにして防衛から行くと結構うまくいくと思いますので、ぜひちょっとね参考になればなと思います。というわけで1位から5位のねおすすめデッキ、皆さんちょっとね使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録高評価もねよろしくお願いいたします。ではお疲れちゃんでした。またね。